このチャンネルもいいっすね。はい。ホラーといえば、稲川淳二なんで、稲川淳二行きましょうか。稲川淳二。えー、これですね。えー、階段がどんなに怖くたって、地獄を向いた人間にとっては階段なんか怖くないと。まあ、怪奇現象だったりとかね。まあ、怖い話。あのー、は、地獄を向いた <laughs> 人間にとっては怖くないと。 まあどれぐらいの地獄を見てるかによってまあ変わってくるとは思いますけどまあ人間って生きてるとまあいろんなことがありますけどもやっぱり比較できるんですよねあの時辛かったから今はああそんな辛くないとかねあの時乗り越えられたから今度も大丈夫だとかなんかその経験だったりとかそのいろんな失敗談とかを未来に生かせるっていうのがまあ人生の一つなんじゃないかなと思いますで多分なんですけども あの壁を乗り越えられない人って過去に壁を乗り越えたことが一度もないんじゃないかなと思うんですよね壁を乗り越えられない人は過去に一度も壁を乗り越えたことがないとだから今現状未来も、えー、一度も壁を乗り越えられないな乗,り越えて乗り越えようとしないんだったらその未来は過去になってその過去はあ未来を作るみたいな話ですねだから結局ずっとその負のループですね うん結局今乗り越えればその乗り越えた話経験っていうのは未来にまたつながるわけですよなぜならば過去こういうことをやってきたんだから大丈夫だみたいなでもその未来を作らなければ過去も作られないから、まあ、結局ずっと負のループですねいってらっしゃい